はい、どうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということでね、ちょっと昨日動画休んでしまって、お久しぶりの VIP となります。よろしくお願いします。ってことでね、本日ね、3時の更新で、ちょっといろいろ来まして、まあ、イベントはね、ホームランダービーなんですけど、ガチャがね、ちょっと来まして、こちらですね。はい、ジャパンクライマックススカウトと、OB サイリン来たんですよ。第5弾ないんやね、これ OB サイリンって。え、どうなんやろ？第5弾までありましたよね、OB ってね。では、このクライマックスガチャなんですけど、まあね、10連目は侍ジャパン確定の初めて来るガチャですよね、おそらく。おそらくね、クライマックスはなかったんですよね。なのでね、ここでね、ちょっと僕が欲しかった坂本勇人選手と大野雄大選手をちょっと10連だけ狙っていってからの、ちょっとね、OB ね、またね、ちょっと引きたいんですよ。どの選手狙うかっていうのは、今皆さん、このね、ちょっと今、引くまで楽しみにしておいてください。誰やろなって、悩みながら侍ジャパンのクライマックススカウトを見てもらえばなと思いますんで、よかったら、ガチャ見ていってください。はい。ってことでね、クライマックス行きましょうか。せやね、もう大野雄大選手1点狙いかな。坂本勇人選手は2点狙いかな。うん。山崎康明選手でも、ワンチャンいいかなって感じ。うん、山崎康明選手でもいい。はい、ということで、早速、10連引いていきましょう。まあ、ここ S ランク確定なんでね、はい、安心して見れます。いきまーす、ドン。はい、散ってます。このガチャエースも皆さん見納めですからね。もうこの多分ね、コナミさんガチャエース変えてくれますよね、おそらく。期待してますからね。はい、ということで誰でしょうか。2枚引きとかしてくれてもいいよ。何パーセントかみんな忘れたけどね。はい、何パーセントか見てないよ。いきます。 50% ぐらいかな。あ、それか侍確定なんかね、 S ランク出たら。もしかしたらって言ってもどうせ出ないでしょうね、2枚引きは。はい、ってことで10連目誰でしょう、お願いします。大野雄大選手、大野雄大選手。え、誰、あー、近藤選手。分からんかったけど、近藤選手サードの左ですよね。あ、そっかー。ちょっとセレクトミキサーどうなんやろこれ。123456、え、ちょっと待って、123457、よし、高橋蓮選手は1人残しとかないといけないんですよ、極みになるために。いけるな、セレクトしよう、セレクトしていきましょう。一応なんか自チーム変えとこ怖いし。うん。え、大野雄大選手でいいよね。2、3、4、5、6、7。OK やね。OK やね。OK やね。後悔ないね。後悔ないよね。うん。後悔ない。近藤選手、わずか出演時間3秒ぐらいやったよ。さ、坂本選手欲しいけどな。うん。この写真欲しいけどな。まあタイトルホルダー持ってるしな。あ、別ラインか。うん。大野選手行こう。はい。これは大野選手。なポジション中継ぎ、ちょっと不思議ですけど、はい、OK です。あ、わざわざあんねや、演出。あ、飛んでくれんのかな。はい、カット。はい、大野選手ゲットってことでね、早速育成して中継ぎで使っていきたいと思います。リアタイのね、うん、ワンポイントやったら絶対強いからね、大野選手マジで。 OKOK。 はい、ってことでね、本番はこっからと言っても過言ではないんですよね。僕ね、この中でめちゃくちゃ欲しい選手いるんです。誰やと思います？アツヤさんです。はい、アツヤさんが欲しいんです。古田さんが欲しいんです。ね、リアタイのね、ちょっとオーダー見たいんですけど、これがね、今のね、僕のね、リアタイの最強オーダーなんですよ。で、このオーダーなんですけど、ここのね、キャッチャーを古田さんに変えれば、この阿部選手を外せるんですよね。で、阿部選手を外すと誰が入れれるか、筒香選手なんですよ。はい、筒にキビナージュ選手。筒香選手入れるので、代打の枠が広がるんですよね。まあね、ちょっとギータがいるんで、代打ギータを出してるんでね、ちょっと筒香選手以外の選手を入れる可能性もあるんですけど、まあシルエットのね、筒香選手は入れれると。大会は無理ですけど。なのでね、ここをね、ちょっと変えたいんですよね。はい。それかバスの守備固めも入れれるしね、幅が広がるんですよ、すごく。なので、ここで古田さんを絶対ゲットしたい。3200やけどいいんです、リアタイは。リアタイは3200でもいいんですよ。ってことで、早速自チームを変えて、ちょっとね、気が済むまで引いていきたいと思います。ちょっと古田さんが出るまで。まあ出るまではちょっときついけど、はい。落合さんも欲しいけどな、うん、落合さんでも欲しいんですけどね。ちょっとね、生放送でまたね、ランク戦かルーム戦かで負けたら OB 再臨引くいう生放送やろうかな。うん、明日ぐらいにやろうかな。今日はちょっと無理かもしれないですけど、またちょっと告知します。はい、ってことで早速第4弾 S ランク出たら OB 確定なんですよね。で、自チーム確率が 20%。 はい、いけます。 20% 楽勝です。50は引けないけど、50は引けないけど 20% 引く男です、 VIP です。よろしくお願いします。いきます、ドン。今日散ってるけどね、さっき。今日2連続散ったんやけどね、ここの確定がないときは散らない。帽子ちゃんとかぶれば、いわ。はい、来ました。帽子ちゃんとかぶれば入りました。さあ、お願いします。割れて割れて、あー、マジか。やめろ、まだ可能性あるからね。うん、え、OB しか出んやん。あ、B ランクも OB しか出へんの、これ。マジで？マジか。ラスト。あー、古田さん来て欲しかったな。まあ、古田さんは僕、極みで持ってますんで、すぐ継承できますんでね。はい。お願いします。20連目。さあ、神引き見してくれ。神引きを見してくれ、お願いします。ドン。よし、来い、止め、よーし、よし、これ来る、絶対来る、
20%絶対来る。古田さんマジでもうめっちゃ気合入ってます。僕絶対来るからね。 20% 古田さん、 20% で古田さん、古田 20% 古田 20% ガチャ。よし、こんだけ言ったら来るよ、絶対来る。さあお願いします。マジで OB は確定しますからね。 20% 以外でも OB は確定してるんですから。はい、古田2連続。さあどうですか、お願いします。頼む、最後か、最後か、最後や、最後や。お願いします古田さん。古田さん、よっしゃよっしゃよし、神回降臨してます。はい、よっしゃ、もう最高。古田さんマジでもう最強。よし、いや幅広がる、幅が広がる。もう松井選手も欲しいですからね僕。うん、いやどうしようかな、まだガチャ引こう。いやもしかしたらこれ欲しい選手だけ引いたらその生放送なくなりますね。ちょっと落合さんの A ランク何枚あるか見ていい？うわ5枚あるわ、どうしよう。いやけど落合さんな、ファースト、いや待てよ、ファースト誰やったっけ今、バスやろ。いやバスやもんな、そやなバスやもんな、右バッターのファースト。いやーどうしよう、迷うなこれ。松井選手もスピリッツ3200やからな、丸選手おるからな。うん、いやちょっとね今結構悩みました。ちょっと一回撮影止めてめっちゃ悩んだんですけど、多分巨人純正のことを考えてやっぱり松井選手を取りに行くべきかな。うん、今後ね多分松井選手また出た時に継承できますし、松井選手ちょっと使ってみたいってのもあるんで、ちょっと第3弾引いていきましょう。第3弾出る気がするんよな。うん、出る気がする。さあ行きます、お願いします。散ったら出る、散ったら出る。あー散らんか、この散らんかった時マジで S ランク出る気せえへんよねほんまに。もうこれなんとかしてほしい。もう一回お願い、カットインたまには見して。あーないか、割れてお願い。あー今回甘いか。いやけど A ランクの松井選手も欲しい。 A ランクの松井選手僕1、2枚しか持ってないですよね。お願いします。あ松井選手3連打来た。あきゃ松井選手、あーさあラスト松井選手、松井、あー稲尾選手。さあお願いします、あと2回は引けるよ、あと2回は引ける。お願いします。さあ来いお願いします。30連目、いやわからん、もう何連目かわからん。お願いします。いやー散ってよ、散ってくれ、散らんかったマジで不安になる。西野カナより不安になってます今。お願いします、スコースコーベリー、よっしゃよし、今日めっちゃ引く、やばい、今日めっちゃ来る S、 やばい。ちょっと待って、あの喉飛んでます、はいすいません。これ来るよ多分、マジで来る。お願いします。いや来る、あーノリ、いやノリでもいいな、いやノリはあかん、ノリはあかんす、ノリはダメっす。うん、お願いします、お願いします。松井選手、松井選手、宇野選手、宇野選手かぶった、マジか、サブロー、いやマジか、宇野選手来たか。ここでサブアカ持ってるんですよね、うん、サブアカはね。いやくっそー、ちょっと行っとくか、まだ行くか。うん、行くぞ俺は、出るぞ、お願いします。松井でき、散って散ってくれよもう。ただあれ、あーまあ超だ、オッケー、超だ、オッケー、ナイス超だ、ナイス超だ。宇宙間か左中間によって決まるけど、もういやー今回また割れてベリッ、あー甘いか。いや松井選手ここまで来たら欲しいな。お願いします、松井選手3連打、ラスト松井。はい、ということで入れてきました。第3弾続けて引いていきたいと思います。何回引くか分からんけど、もう次 S 出たらやめようかな。まあ、S 出ない可能性ありますけどね。とりあえずいきます、10連目、60連目かな、いきます。さあお願いします、松井選手、とりあえず散ってね、もう見納めやからね、散って、うわ散ってよもう、なんで散らへんのマジで、ほんまに震えるわ、散らなくて散らなくて震える、マジでほんまに。おくっさ、スタート、いやマジでカットインほんまになくなったんですか、ベリ割った。もうほんまにもう頼むわ、ちょっとエースない時にエースランク来てくるよ、たまにはもう 1.5 倍速ばっかりなってるよここ。 1.5 倍速ビップなってますからね今、ラスト松井秀喜バス、まあバスは称号用やからまあいっか。さあバス選手称号用獲得したところで、20連目、70連目ですね。はい、いきます、追加20連目、さあお願いします、ドン。いやもうほんま知らん、なんで電光掲示板は光らない、経費削減コナミ出ました。はい、帽子はお、いやちょっとお願い、ちょっとお願い、ほんまにあと2回しか光らへん、あと1回しか光らへん、ベリ、うわやばい、えぐ、おノリ、いやもうちょっといいんですよ、ノリ選手はいいんですよ、おきゃきゃきゃノリいやいいんですノリ選手、んーノリ、ノリじゃない、草野選手 A ランクめっちゃ出る、その確率を S ランク引いてくれ。さあラスト10連目、ノリ、ノリじゃない。さあもうちょっとこれ最後にします。はい、もう今日ね結構引いてますんで、松井選手チャレンジラストです。はい、もうこれは追わないです、いきます、
松井選手ラストです。さあお願いします。もうノリ選手の下りいらないです。もうノリ選手の下りいらないんで、いきます。ラスト、はい、よし来い。飛べ来るよ来るよ、散ってるよ、散った久々に散ったよ。最後に僕は引く男です。うーもさあ来い、来るよ来る、絶対来る、諦めんな諦めんな、ビップ諦めんな。ノリここでもね、はい、いやもう中村選手こうなったら欲しいわ逆に。ああ松井秀喜選手、いやもうほんま後悔する。もう来年やな、来年チャレンジです。はい、来年チャレンジいきます。さあラスト、ノリじゃなくてね、ラスト最後ノリ。ちょっと単発とか出ないっすよ、単発で出ないっすよね。ちょっとやってみていいですか。うん、お願いします。単発チャレンジ、単発ビップです。はい、お願いします。まあこれ多分ほとんどカットしてると思うけどね。うん、エースで来なかったらカットしてます、ほとんど多分。はい、さあ2回目ど、単発は僕ねなかなかエース来たことないんで、まあ生放送とかで単発でやってね、エース来たことあるんですけど、うん、来ないか、来ないですよね。いや来ない、あと何回引ける。いやちょっと残しときたいんでね、エナジー。3回目、はい、A ランクの演出攻めてきてくれ。ちょっと動画のオチとして欲しいんですよね。うん、ちょっとあんまオチなかったんで今。おっ、来た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 来る来る来る、あー来ないか。まあいやもう来ないやろな、あと4回か、あと3回、あと4回引けるんか。はい、うん、来ないな。いやもうやめようかな。あっ来た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 、2回連続来た来た。え、待って、あーこれちょっと俺が単発、うわー、いや違う、ラスト行こう、ラスト、もうちょっと残しときたいからね、ラスト、はい、お願い、超お願い、ほんま単発の夢にしてくれ、単発の夢にして頼む、うん、お願いします、お願いします。